として始まったが、えー、まだちょっとツイートとかをするのでお待ちください、はい、いや怖いな,なんか緊張してきた緊張してきた <laughs> あっえちょっと緊張してきたな吐き気が危ねえ今世永翼さんと追加捜査で完全に今あれしそうになりましたねえー、っと 呼び捨てするところでした。あの、もし呼び捨てしてたら、あれしてください。えー、っと、ぶっ通してください。はい。えー、今日はね、あのー、夜中さんね、あのー、いらっしゃるん、ね、で、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちょっとテンパってで、ね、やばい。テンパってで、ね、やばい。<laughs> よいしょ。ちょっと LINE を送ってからさあ、こんな感じでぬるっと始まります。皆さん、よろしくお願いいたします。はい。さて、ツイキャス、LINE も送れたので、 皆さん、こんばんは。えー、本日は、声優のヨナつ翼さんと、ついで配信をしていきたいと思います。えー、私、思ってる以上に緊張しております。もう、とてもとても緊張しております。はい。え、ヨナガさんも、あの、あれでした。あのー、しっかりマイクを持っていて、えー、音質がとてもよく。たまに、あの、僕の回線か、あの、ヨナガさんちの回線か分からないですけど、プツぐることもあるんですが、えー、何卒よろしくお願いします。一応、緊張するな、これ。手が、ん <coughs>、始まったよ。 それでは <laughs>、こんな感じで始めていいのかな <laughs>。それでは、えー、本日のコラボ配信相手の、柳ナガさんをお呼びしたいと思います。えー、どうぞーはい、皆さんこんばんは。ありがございます。わー、どうもーえ。はい、いらっしゃいませー。はーい、ちょっと。 ありがとうございます。ありがとうございます。し <laughs> かけね。やばい、やばい、やばい、やばい。えー、じゃ、ツイートの方をさせていただきましたので、えー、よろしくお願いします。あ、すみません。えっ、ー、と、僕テンパりすぎてて。うん、あの、夜中さんの声なすってませんでした。もう一回いいですか。もう一回いいですか。会長会。<laughs> 夜中翼さんに、よ、よいでいただきました。どうぞ。はい、皆さん、こんばんは。夜中翼です。はい、すみません。まえ、完全にテンパってて、いえいえ <laughs> マイクを乗せ忘れる。<laughs> いややらかしえ <laughs> 大丈夫大丈夫すみませんすみませんはい <laughs> えツイートしたのでよければリツイートの方よろしくお願いいたしますはいでききねはいはね始まりましたよそうですね始まりましたねまさかもう始まりましたね <laughs> ねありがたいですよでもこうやって,言われていやすいませんいやいやいやもう何百回何百回呼ぼうかなと思ってたところ <laughs> はいもうあの去年のあの浦島坂田さん日常に出ていただいて、うん でその後ご飯行ったじゃないですか。そうねうん、でその後ぐらいに僕配信で今度野、うん、中さんがなんか配信出てくれるらしいぜって言って、うん、1> 約1年ぐらい経ったかなという感じで。<laughs> <laughs> そうなんだねちょっとあ空いちゃったんだよね。まあ,まあ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 そうですね。いやでも本当にこうあの僕あれだと思うんですよあのよくあるじゃないですかリップサービスというか社交辞令というかあるじゃないですか。<laughs> <laughs> そういうので「あのこうえいいよ出る出るもちろんだよ」って言ってくれてたのかなと思ったら <laughs> ちゃうわ。 もう今日は嬉しい、本当に。<laughs> 今日はやばい。い,いやめちゃめちゃ嬉しいですね、これはもう。<laughs> え多分ね、あの、世永さん、の僕の配信というか、追加配信でどんなもんだと思ってました、どんな感じかなっていうのいやでも多分なんかその、はい 浦田君のそのほわかした感じの雰囲気の感じで多分見てくれてる人とか聞いてくれてる人とかも同じようなノリでいてくれるんだろうなっていうそうなんですよ。僕、配信だともう成人で通ってるんで、もう悪口とか言えないっていう感じなんですよ。本当に。あちょっと言われる、ちょっと世の中に私なかったな。すみません。すべません、すべてが。すみません、こちらです、こちらです。すません楽しいね。緊張が、いつもならこんなことないんですよ。 いもはい、緊張しちゃって、まあ、もう本当にもう成人で通ってて皆さんからは浦田様って言われるぐらいなんです僕お<ら>実はすごいもう大変な大変なもう競争のようにあがめられてて <laughs> いいねでもねそうなんですよなんか僕もちょっといやそんなこと言わなくていいんだよってみんな言うんですけどもうどうしてもあがめたいみたいで皆さんに、はい、しい羨ましいわいやもう本当に怖いですよ <laughs> もう本当に。 <laughs> 本当に怖いな <laughs> まあでも俺ら、うちも、はい、ほら、俺もなんか、なんだろう、声優業界のお母ちゃんみたいな感じになってるから、はいはい。あ、なるほど、なるほど、なるほど。いやー、でも今日は嬉しいな、もう、いやニやニヤが止まらないですね。いつもの、多分もう聞いてる人たちからすると、いつもの声、声色の、多分ちょっとテンション上がってるなっていうのが、結構伝わってる気しますね、うん、本当に。に<ど>。はい、いいね。多分多分伝わ, <laughs> あ伝,わ伝わってます、伝わってます。もうめちゃめちゃ伝わってますね。みんなす,みすごいね、みんなね。そうですね、もう、もね、めちゃめちゃコメントしてます。 悪いやつがいたら僕がボコボコにするんで、また。いやいや、間違います、あの、えっと、京都たちにやらせるんで。あ、なるほどね。いやー、僕、あれなんですよ、あの、米長さんを知ったきっかけとか喋ってもいいですか。全然、全然。僕、もともとフリーがめちゃめちゃ好きで、そこの、なぎさを知りまして、なぎさから知りまして、そこから多分ご本人にもお話ししたと思うんですけど、三角くん、めっちゃ好きで。 いやもうなんか声がいいよなっていう話をまず嬉しいさせていただきましてといやちょっとなんか飛ぶな緊張してるな今日やでもねご飯食べに行った時にねそういうお話してくれてめっちゃ嬉しかったいやもう本当に大好きですありますだってはいあのねアニメはいはいあの日常そうでの時も村田君はいに言ってくれてはいそうですねもう直接はい直接行かせていただきまして。 <laughs> えー、ちょっとこんな感じでみたいな、多少言ったぐらいですけど、いやいや、もうめちゃめちゃ嬉しかったです。いや、もう、あの、あ,のあれですかね、僕の,あの完全な個人指名で山田抜き決まったんで、<laughs> はい、あのよくあるじゃないですか、こうオーディションとかで声優って、うん、あるね、まあ、名指し指名っていう <laughs>、<laughs> <laughs> の僕のあの独断と変形、今変形はないですけど、独断でもう完全にこれ山田抜きはこの声だと、<laughs> でもう上の人に、あのしっかりと、うん、しっかりと投稿させていただきまして、えー メールをさせていただいたただメールなのかお、お問い合わせォームなのか分からないんですけど、<laughs> えっと、<や> <laughs> 御社のケンプロダクション様に <laughs> メールをさせていただきましてと、マネージャーさんから、なんか山田の幸とやよく聞くけど,どう、みたいなときっと言ったと思うんですけど <laughs> <laughs> いやいや、すごいそうそうそう、あの、<laughs> はい。なんか、どんな感じだったんですか、最初って。やっぱ、あのい知しれないじゃないですか、なんかいきなり、浦島さんその日常の山田の幸を、うんえー、指名でもらってると思うけど、みたいな。 来たんだけど、みたいな、きっと話が言ったと思うんですけど、どんな感じだったんですか、その、受け、受けたというか、なんだこれ、インタビュー、インタビューになってるのこれでいいのかなっていう、そうそうそう、あの、はい、びっくりはした。なんか事務所からお話いただいたときに、あ、本当ですか。うぜひ出ていただきたいんですけど、はい、そうなんですよ。はい、そうそう、で、いや、これでいいんですかねいや、もう全然、バリバリオッケーです。そう、だから嬉しかったし、なんかびっくりした。いや、も 山田の家に登場しますって出たときとかもみんながおおざわざわって誰が声やるんだみたいな予想みたいなのも立ってたじゃないそうですねそうなんですよ。いやびっくりした。ありがとうございます。本当か嬉しったありがとうございます。なかなかああいうななんだろうちっちゃい子とかはやることあるんだけどああいう動物じゃないんけどマスコットみたいなキャラクターをやることが少なくてちっちゃい猫とかやったことあるんだけど。 なんか、あの、山田抜きって、あ、れなんかもうちょっと言おうとしたこと飛んだの、やばい。<laughs> ど,うどうした、どうした。いや、すいません、すみません、つい、つい、つ,つい、つい、つい。山田抜きって、うん、あれなんですよ、僕の中では、まあ、あのー、メスなんですよ。うん、メスの子で、メスの子。言い方。<laughs> 言い方。<laughs> で、おなごなんですよね、この子、実は。うん、で、あのー、ゆらがさんの、きりみちゃんを。 やられてたと思うんですけど、そうね、お友達のね、そうなんですよ。あんな感じですあんな感じでございます。そうそうそう、だから台本読んだ時もすごいこう、ね、浦田君、いけるなっていうこと言ってたりとかさ、そうなんです。浦田君、ラブだったから、多分この子は女の子なんだろうな、台本読みながらこう。女の子で。で、僕、あれなんですよ、もう山梨、ずっとメス、メスと女の子と言ってたんですけど、みんな男の子だと思ってて。は もう侵害ですねねやはり <laughs> <laughs> ちょっとっていやっぱり、ね、なかなかこうどっちかこうつなげていこうかなって思ってねうねう、うん、聞いてる人とかもやっぱりいたりするんだろうねそうなんでもあれですよね日常の時には憑依した裏たぬきに憑依した山たぬきなんですよねだまだね、うん、あのしっかりと山たぬきとしてのこう声を出せていないというそうねなんですよね,ね実はそうだねそうなんですよなのでちょっとあのいずれ、あのー、しっかりとあのー ボイスドラマなりなんなりちゃんとオファー出すので、ね、その際はあのー、スケジュール的に大丈夫であればぜひお願いしますもうもう全然全然もう浦田たとね会話する、はい、話とかい、ね、はいもうぜひお願いします <laughs> 皆さんねあのこうやってあの個人にオファーを出すのはねあのちゃんとマネージャーさん通してくださいねはい <laughs> <laughs> こ,こういうのこういうの本当はダメなんですからね皆さんねはーい, <laughs> いやー緊張するなこれ いつも通りで大丈夫だよ。いや嬉しいですよね。<laughs> 一緒にやれるっていうのが配信を。そうね。そうなんですよ。まあ今日はまあ約約何分ぐらいや,らやりますか。約何分ぐらい。全然この話もしてなかった。やばい。どれぐらいどれぐらいしようか。でも多分きっとね喋ってるとあ、うん、っという間に時間過ぎそう、ね、そうですね。あの世永さんがあの疲れたって言ったらやめますので。<laughs> <laughs> いつもどれくらいやってんの？<laughs> そうですね。僕大体はあのまあ約三十分からまあ一時間にかけてみたいな。

すごいね。あんまり真に受けないわけいいです。この子たちは。すごいね。危ないんで危ないんで。危ないです。この子たちは。そうなんですよ。まあいい子たちなんですけどね。基本は。基本、トゲがある言い方しちゃったな。いやいや、みんなやんね裏ぐらい大好きだから。ありがとうございます。じゃあ、まあ先ほど、あれですね。タヌキと翼というハッシュタグあるので、こちらからちょっと質問だったりを。 うん、読み上げていくとなんとすごい早く終わります。<laughs> なんとすぐ,すぐ終わります。そうなんですよ。もうめちゃめちゃ、うん <coughs>。いやでも翼って名前か,かっこいいっすね。<laughs> マジで。<laughs> 本当？はい。俺もなんか小学生ぐらいに翼くんっていたんですけど、うん、あのモテてましたね。やっぱり。お 本当名前名前ガチしてますもん翼そうなんかね最初ま父親父親はなんかね名前をつけるときにやっぱりあのキャプテン翼が流行ってたからあああの頃そうそうそうだからサッカー少年にしたかったらしくてはい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 そうでまあそこからね翼っていう名前をつけようかっていう話になってたらしいのはいでも母親はあの違う意味でちゃんとその大空に羽ばたくようにっていうねあっそうつけたんだよって言ってくれてサッカーはやったんですか全然やらなかったんだね全然やらなかったんだ。 <laughs> うん、なんか、まあ、幼稚園とかぐらいまではさ、はい、あのそんななんか闘争心っていうところからあんま,まあやるというよりも、みんなで楽しんでこうやるみたいな感じのサッカーだけど、そこがさ、途端にその小学校まあ6年とか中学校入って高校とかなってくるとさ、はい、なんかその楽しむっていうことじゃなくなってくるじゃないうん、うん、ななりそうですねそそ <laughs> そうううで、ほら場所によってさ守るところだったり攻めるところだったりとかさ。はい なんかその責任感になんか耐えられない。はい。無理だったねはい、はい。なるほど。わ <laughs> かります。その気持ち。ゴールキーパーはもうさ、絶対的に点数を入れちゃいけないからさ、んうんうん、守らなきゃいけないってなるポジションじゃない。そうですね。 で、攻めるところのさ、ところとのさ、ゴールを取られないようにさ、うまく立ちまっていかなきゃいけないし、わ分かります、キーパーやらされたらもう終わりだなと思ってますけど、そうそう、だからもう、球技系すげえ嫌いで、いやー、僕もちっちゃい頃野球やってたんですけど、あ、そうなんだ。野球やってて、なんか自分が打てないともう負けるみたいな、なんかあの雰囲気がすごい嫌で、いや、そうだよねー。いや、そうなんですよ。で、僕は野球やめましたね。野球あのチームプレーダメだなと。いや、分かる。チームプレになって 中学,中学で柔道をやったんですよ、僕。で、まあ、柔道の方がいいなって、やっぱり、本当に個人戦というか、うん、で、えー、と高校でボクシングやって、お<う>で、なぜか知らないですけど、あのー、声優の専門学校に行き、という流れです。で、なぜかあのチームプレー×のはずなのに、あの声優ってあのアフレコ現場で、やっぱ、ちょっとマイク入るの、チームプレー必要じゃないですか、チームプレー×のはずなのに、声優にな,なろうとなってしまいましたね、はい。<laughs> えでもまあ、そうなんだろうね、不思議だよね、でも面白い、まあ、そのチームプレーでもさ、全くその、感じが違うじゃない、その、まあ、そね、スポーツ系と、ね、そうですね、こういう、そうそう、反、まあ、射神経ある意味、使うところでは一緒だと思うそうですねはいうんうん、いや、だからもう、もうどれだけ、あのー、真ん中のマイクに入らないかみたいなことやったんですよ、僕は。<laughs> 真ん中のマイクに入ったら、もう、二度と出てこれねえなと思ってて、<laughs> 絶対に端に入るんですよ、僕。 わかる。でもあるよね。それ。もう、あの、メインの人の邪魔した瞬間に、あ、終わった、今日みたいな。うその日一日のテンションが決まるというか。わかるわ。いもう、怖い。怖い。もう。主役のね、マイクって、大体、まあ、決まってたりする。そうですね。もう、右寄りなの左寄りなのかで決まって。そう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 。そこになんかね、は入らなきゃ、次。ね、こっち、喋るんだけどなって思うんだけども。入れない。入れないですね。今、いないから、行くぞって思っても、行かないっていう。 <laughs> 絶対に行かないっていう確固たる意志みたいなそう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 あるね、うん、まあでも今はあれですもんねその、まあ、コロナもあるから一人一本抜き取りで、うん、そうだね大体みんな結構みんなバラバラだったりとかね、うん、そうですねで僕はあんま経験したことないんですけど、うん、今ガヤが結構ある意味大変というか、うん、ああそうねなんかあのあれですもんねいつもだったらその10人とか15人とかでやっても本当にガヤで、うん、本当にガヤなのに、うん、そう,、ね、うなんかもう3人4人だったらもうすごい静かに「うん、あ,あおはよう」<laughs> いそうなんだそそそそう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 だねこれをやるっていう、だから、まあ、ほぼ真ん中の人を主軸として喋っていくか、<ー>でも俺、ガヤの時も基本、もう人と関わらないようにして,してるんですよ、ね。<laughs> <laughs> 帰り道とかも、ああ、今日、大変だったな。あーどっか寄ってこうかな。<laughs> お,お前どっか行くみたいなのを一人で、一人で全て完結していくっていう。<laughs> かるその方が楽だから、ね、いや、もう本当に。すごい、それやりたいんだけどさ。はい、絡んでくる場合もあるじゃないあ、そうですね。ありがたいことに。<laughs> そうそうそう。すごいありがたいんだけど、返しづらいとかのね、あったりするからね。いや、でも声優さんってやっぱコミュ力全員高えなと思ってます、僕は。やっぱり。まあでもそうね僕、本当に陰のものなので、<laughs> あの、挨拶がもう怖すぎて、<laughs> あ,まあ、あるじゃないですか。 あ拶あの皆さんあれなんですよ、挨拶祭りというのがある意味あるんですけど、入ったら今日一日の方とのご挨拶があったりというか、どこどこから来ました、大吉ですって言って、よろしくお願いしますのもう委員ののなので、どれだけ俺早く入って、でも一番最初に入って、もう来た人一人ずつに、ばっという挨拶して、ドアマンやります、ドアマン。ああね、そうなんだよね、最初のうちはね、ドアマンですよね。そうなんですよ、テストが終わったらドアを開けると。 場所によって開けなくていいとかってありますよね、本当に。そね、そうそうそう。<coughs> ね、これ、なんか、どこまで喋っていいのかわかんないな、怖いな。これぐらいだったら大丈夫ですもんね。でも、なんか、テストが終わったら、こう開けて、中入ってきて、これ、こうしてくださいみたいなその音響監督さんがね、あの喋っていただいて。 いやだからどのタイミングで開ければいいかっていうか最初のうち分かんなくて怖いですね本当にいや分かる俺もだってデビューしたての頃とかやっぱ扉のそばに座ってね開ける閉めるとか空気を入れ替えるとかいろいろこうやらなきゃいけないっていうのをさ誰から教わるわけでもないじゃないそうなんですよね自然になんか見て覚えなさいっていうあこれやるんだこれみたいなそう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  だかからなんかその養成所とかでも、もうそれ教えてほしいですよね、うん、本当に。そうだね、開け閉めとかね。だから、まあ本当、新人のうちっていうか、まあ、基本はもうなんか30分前ぐらいに行けば、基本、最初に入れるからみたいな。うん、で、入って、中で挨拶して、ドアの前をキープみたいな。そう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 。いや、これ教えてほしいですね、本当に。そうなのよ。あと、スタジオって、ほら、二重扉じゃない、はい、あそうですね,そうっすね <laughs> 防音が効いてるか。ら スタジオのね、自分たちが声をやあの演じてるブース側の扉と外側の扉をさ、両方開けなきゃいけないから、またそこも迷うい。いや、そうなんですよね。こっちは開けていいのか <laughs> みたいな。そう,そう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 。大丈夫かみたいな。そう,そうそうそう。なんか、もし開けたら怒られるんじゃねえかみたいな思ったことあって。でも実、実際は別に開けても何の問題もなしっていう。そう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 ,そう,そうなん、ね。もうトイレ行く人もいるかもしれんからみたいな。<laughs> そ<う>いや、でも俺もう手震えながらドア開けてましたのにして、最初のほうとかは。<laughs> わかるーもう今はもう,うあの誰も見てないだろうと思いながらこうしっかり開けてます <laughs> <laughs> 大丈夫だろこれぐらいみたいないや度胸はつきましたね <laughs> そうね、はい、いやなんか、うん、あのめちゃめちゃ、まあ、今もかしこまってるって言ったらあれなんですけど、うん、なんかかしこまりすぎてなんか自分が出せなくなるっていうのがちょっと良くないなって思っちゃって、うん、なんかこう僕のことを応援してくれてる人って結構ありがたいこと多いんですけど、うん、なんかその人がそのかしこまりすぎた姿見たらちょっと幻滅すんじゃねえかなって思っちゃって <laughs> まあ多少の礼まあしっかりとした礼儀を持ちつつもなんか自分自身忘れてはいけないなって思ってなのであのどうせまあ怒られねえだろうっていう感じどうせ死なないみたいな感じで最近は生きてますあそうねでもまあまあある程度そうそう言っていってね行くとまあネタ化されたりもそうでした現場をね重ねたりとかしたらそれでいいとは思うんだよねもう最近は何しても死なないと思って行動してますいつまでもねだって新人でいるわけにはいかないじゃないそうなんですよね。 そうどんどんね、先輩になってくる人たちもね。はい、いや、もう怖い。うん、怖い。<laughs> <laughs> じゃあ、ガイガ画とね、アニメーションでまた違,、はい、い,やもう違いますね。全然違いますね。うん、今なにガイガはね、まだ怖いもん。ああ、わかります。なんか耳の、うん、なんか耳が足りないとか、あと皆さんに説明しますと、ね、なんか、ガイガてってその、もちろん口箱を合わせるけど、右えー、と耳に、えっ、ー、と、原音ですか音、ね音ね、原音が返ってきて、まあ、それに基本合わせるみたいな。 絵も見ながら耳に音返ってきて、うん、で自分たちが演じるみたいなあるんですけどなんか現場が二十何人以上いた時があって、うんね、<laughs> でもその時って耳の数10あっても15個とかそう、ねうん、でもう本当に俺隣の人に「すいません次なんて貸してもらえますか」みたいなただその人がどの出番でどの役か分からないから多すぎるともう本当に怖かったですね、うん、あの時。 ねえ、わかる、ほんと。耳足りねえ、みたいな。そう。だから、早めのうちにさ、30分前とかにさ、行って。そう、行ったとしてもさ、まあ、これを取っていいのだろうか、みたいなさ。これ、主役の方々、メインの方々持ってるか耳みたいな。そう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 。っていうのがあるからさ。なんか、どっちを優先すべきなんだろうって、すごい。そうですね。そう思ったものいやー、まだ人数多すぎると、だから完全にその耳ないと思いつつ、 もう完全にそのなてんですかタイムコード見てここからここで喋るみたいなのをやってましたね,うねもう耳,耳に頼らずみたいな、うんうん、そうすればテストの段階で誰がどこのセリフ言うかってちょっとわかるからみたいな、うんうん、あとは椅子がなかった時に、うん、あのマイクの横にマイクとマイクの間に座るんですけどあれマジで怖いんですけど本当に <laughs> そうそにうそうそうそうメインの人があのー、なんていうんですかえっと画面に向かって喋ってる顔をこうなんか見るみたいなね あるねここに俺が座ってて気散らねえかなとかやっぱ思ったりうん分かるほんとにもう怖い <laughs> 他に置く場所なかったんかそうですねもうあとほんと人数多いとどこにも座れないからとかずっとね端っこに立てたりとかねあとリュック置けないとか。 まるねもう怖かったな。さあ、じゃあ、拾っていきますか。ね、ちょっとしたね、現場の裏話みたいなところ。いや、こうやってなんかお話話できるのちょっと嬉しいです。ね、いいよね、なかなかそうそうそう。あまりほら、今、ご飯とかね、行けなくなっちゃったりとか、そうですね。打ち上げとか、打ち入りとかも、現場でなかなかできなかったりする。そうですね、ないですね。そうそう、そう、だからこういうお話できるとちょっと嬉しくなる。ありがとうございます。じゃあ。 私も、ね、私も拾うので、あのもし世<お>の中さんも可能であれば、そのハッシュタグから拾っていただけたらと思います。OK。ーーまあ、あえて拾わないでも終わ,ら終わらせるの大丈夫です。<laughs> いやいや拾う拾う拾う,拾うよ。<laughs> これでいっぱいってくれたから。たま、ちょっとぐらい、あの、あれですね、あの、無知をやって。で、で嘘, <laughs> <雨>そ嘘だよって、雨、雨あげるみたいな。<laughs> <laughs> うまく、ね、使っていいかないと、ね、でもめちゃめちゃありますね、ありがたいことに。そうなんだよね、うん。えっ、ー、と、じゃあ僕、若干ピックアップしてるのがあるので、うんえー、お互いの初めての印象を教えてくださいっていうのがあります。ね、まあ、たお会いして、多分ブースで僕がひあの多分横、某某某あそこですね名前。名前言いづらいな、<laughs> これ。あのスタジオ言いづらいですね。あの地下の。<laughs> そうね。地下のところで。 横座ってたら、これあれ、ヨナガさんかないや違うかいや、あれ、あつみたいな、なんかもう感じでしたね。<laughs> 最初は。いつ来るんだろういつ来るんだろうみたいな。<laughs> そしたら、あのー、<laughs> あれ、夏でした。いつでしたっけ撮ったの。結構暖かかった気がする。そうだね。でも暖かかった気がする。暖かかったな。あの、マスクして、帽子してたっけな。<あ>してたような、してなかったような。た記憶が消えた。で、ヨナさん。 ぽい人がもう来るなとあの階段降りて、それっぽい声が聞こえて、もう第一印象というか、もう初めては、あれですよ、あの芸能人を見た感じ。<laughs> 本物いるわみたいな。<laughs> いや、やべえ、本物じゃんみたいな。いや、あの、他現場で一回もお会いしたことないですもんね。 そうなんだよねニアミスっていうかあ、ね、そうなんですよねダイヤでダイヤででもあのー、そのスケジュールだったりいなかったりとか、ね、そうそう俺もだから浦田君の名前見てあ浦田君いるあけどあ別だ別だってありましたね <laughs> 本当にそうそうそう,そうだから人数多いからねでお会いしてうわ本物じゃんってなって多分俺最初なんて言ってたかななんかもう最初にあもういきなり撮り始めたんですよ確かに山田の機能もう、ね、撮ってでそのテスト終わった後に いや、これ早口だな。申し訳ねえなって思いつつ。<laughs> いや、あれめちゃめちゃ早口じゃなかったですかいや、結構はや早いよね。真逆っていうかね。乗りのいいやつだから、スピードをね、やっぱね、落としちゃいけないって思ってね。で、どうですかって俺に、その音響さんが話しかけてくれた時に、もう完璧です、OK ですと。<laughs> とさせていただいて。<laughs> でも割と、まじ速攻で終わりますよね。やっぱ、4分もので喋ってんの1分ないというか。そうだね。あっという間に終わっちゃったね。うん、で、終わった後に。 あの謎の俺あの男、俺が入っていって、この度は、この度ありがとうございましたと言って、その時に僕、これ見てるんですよっていう、なんか、あのガチ、ただのちょっと面倒くさそうなファンになり、いいややそうそうそう、だからね、そのとにフリー、ねそうですね、いや、そうなんですよ。ね話してくれて、はいその時俺もそう浦田君に初めて、あっ、浦田君、あ本人やと、俺、だから、そのさアニメーションのほうを見て。 みんなのね、声も入ってた、それ聞いた、そうですね、そうですね。ね、そうそう、やらせてもらって、いるかなって、でも、まあ声先入ってるからなって,思ってんだ、いらっしゃいましけど、スタジオでこう、まさか、だから、ブースの中で見てるって俺こう聞、聞いてなかったからさ、そうですね、あの、米長さんが俺の横を通ったときに、俺多分、たぶん、るるって、多分なってたんで、<laughs> 確実に。そうそうだから、終わったあに、こう、米原太君来てくれて、あ、いや、米原太君いたって思ってあ,のあの横にいた、あの、もうインのものが僕でしたね。やっぱり <laughs> いやだからすごいだから嬉しかったんだよね。ああ、笑いたし、はい、そうそうそうメンバーのねみんなにも会いたかったんだけど、ねなかなかこうみんなそれぞれ忙しかったはいねするからその中でね相棒である浦田君に会えたっていうのねいやあ嬉しい、まあ。ありがとうございます。そうだからまだあの大臣しもすごい柔らかい感じで来てくれたからそうなんですよ。す僕成人成人で。<laughs> <laughs> 成人オすね。そうなんですよ、成人なんで、僕、うんところ本ほんと、そのまもうほんと、だからご飯食べに行った時も全然変わらない感じだとか。そうなんですよ、僕。ちょっとあっちから、から、はい。話しやすいし、すごい、こう。そうなんですよ。こっちを、こう、ね、いい気持ちにさせてくれるじゃないんだけどさ。はい。でも、なんか、すごく、だから、話しやすいなと思って。いやー、もう、ありがたいことに好きなキャラの人だったので、もう、めちゃめちゃ僕は、こう、しっかりリスペクトを持ってたというか。いやー、ありがたかったよ。いやこちらこそ。 ありがとうございますめちゃめちゃだからね暮らさに終わったか聞も大丈夫山田の大丈夫あれで平気ってあれで大丈夫ですあれしかないんですってめっちゃ聞いた気がする聞かれた気がしますあれが正解だよと思う多分一瞬一瞬ため口使ったかもしれないあれが正解だよって言った可能性ありますねもしかしたら全然いいんだよ本当そそううだから面白かったし楽しかったありがとうございますねもっとなんかこう共演したかったそうですねなんかだって俺あの時寝てる あの入れか夢の中かなんかもう寝てるだけだったからうん、うん、ほぼ喋ってないですね僕確か夢夢かかの中そうだねあの時そうだねだからほぼほぼ掛け合いをしていないっていうか抜き,う、ね、抜きでも掛け合いしていないっていう、うん、だからも、まあ、う、ね、今のだから共演したかしてないかって言われると多分もしかしたら共演していないに近い <laughs> <laughs> だからあの僕、あれなんですよ、あの今度のスペシャルゲストの方が共演してないみたいな感じで言い方をしたんですよ。僕が寝てたんで、あの時うん。確かにそうね。だから共演してないっていう感じですね。確かにそう。嘘じゃねえかって言われたんですけど、一度。いやいや、もう完全に掛け合いしてないから、共演してないから、あれっていう。そうなんだよね。確かによくね、また見直してもらえるとね。そういうことです。そうなんですよ。僕が、だから実際僕が山田抜なんじゃないかっていう。そうだね。 あの時はそうだね。そうですね。だからもしかしたら裏たぬき CV ような翼の可能性があるっていう。<laughs> そうだね。<laughs> そうなんですよ。確かにそうだね。だから裏たぬき、ん山田ぬきの俺,俺がやってたのではという。<laughs> ああ、なんか寝てたわ、みたいな確かに言った気がするので。<laughs> もしかしたらあれ、俺ですね。CV、ね、CV、山田ぬき CV 裏たぬきっていうちょっともうよくわからん感じになってます。<laughs> はい、ダブルキャストでね。ダブルキャストになってますね、完全に。うん いいやや全然いいともう次はちゃんと掛け合いをしっかりとねえ、したいです。次はしなじゃあもし夜中さんの方で見つけられたらぜひ。これ、俺もうったこに聞いてみたいさんて、さんこんばんは、相談なんですが、はい。自分は部活でダンス部に入っていて、大会とかで舞台袖で緊張しまくったりするんですけど、緊張をほす方法とかあれば教えてほしいです。お、緊張。 そうだ浦田君はさ早く寝てやってるとき、はい、その本番をさ迎える前とかさなんかやってることとかあるのなんか緊張ほぐす方法とかそうっすねえー、っと…ないっすね <laughs> ほぼ浦田君はさど,どっち緊張しいなほら緊張はでもしますね僕、うん、緊張はするんすけどなんかよくこう緊張するのはリハーサル不足だみたいなことを言う人がいるんですけど うんうん、いるんですよだまやや、はい、れよボケがって思ってるんですけど<笑><笑>いちいちうるせえなまで思ってるんですけどうん、うん、でもやっぱ緊張ってやっぱないと多少はですけどね、うんうん、なんかそのなんだろうなこう面構えがなんかなんていうんですかね変わるというか多少の緊張があるからこう、うん、かっこよつけられるというか、うん、緊張なかったら常にふにゃふにゃした感じになっちゃいそうというかまあ緊張はなくさなくていいんじゃないかなって。 て確かに。俺はめっちゃ緊張しいだから。入ってっちゃった。今まで、でぶん、だからそのトリぐらラの DVD とかも出てる。まライブ DVD とか出てたりするんだけどさ。あの、あれですよね、えっと、キラミューンさんの。そう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 。で、舞台裏とかもさ、そのあのカメラが入ったりするじゃん、メイキングで。入りますね。そう、でもたぶんそれ見てもらうとわかるんだけど、すげえ緊張して大変なことになってるんだけど。 だからね、俺が緊張をほぐす方法はもう人に抱きつくっていうことをやってる。いいすね今のね、ちょっとご時世、ちょっとできない。確かにね、ちょっとそうそう、そう、辛いんだけど、こう時は、そうそうそう、抱きついたりとか、ギュッてハグしてもらったりすると、ちょっと落ち着くじゃないんだけど、いいすねそう、よし、やろうっていう感じになるから、たぶんね、これ、ルイさん、ね、あの、ダンス部で、ね、部員とか、ね。 同じ同学年のね、お友達とか、やってるんだったら、出る前とかまあ、ハグはできないから、ま手じゃない、まあ、腰じゃないけど、腕と腕を合わせ、肘と肘でも良さそうね、肘とかそうそうそう合わせて、よしってやったりとかすると、もしかしたらね、ちょっと緊張がほぐれるかもしれない。これが、あの、大人のしっかりとしたアドバイスです。 僕に相談するときは、ほぼ相談じゃないと思ってくださいと。いや、でもそうなんだと思って、面白かった。俺、そ浦田君、どっちなのかなと思って、緊張するのかもしないのかなと思って。多少、やっぱ緊張はしますね。もちろん。じゃあ、ちょっと次いいですか。よ僕ら、浦島坂田戦というよくわからない4人組なんですけど、僕とはお会いしたことはあると思うんですが、の他メンバーってどんなイメージがありますか というあーなるほど多分おやっぱお話もしたこと、えー、話もされたことないと思うのでう、ね、もう名前だけの印象でいいので <laughs> あの1話だけ見たら多分何にもわからないと思うんですよやっぱりなんかなんか赤髪 <laughs>、まあ、紫髪黄色金髪いたなみたいなとは思うんですけどやっぱそのあの回だけだと全て情報ってないと思うんですで名前だけでどんなやつかっていうちょっとイメージかを失礼あって大丈夫です<ー> <laughs> 大丈夫ですか <laughs> 大丈夫ですかじゃあ、僕があの人、名前を言うので、どんなイメージがほんと、本当もうイメージで大丈夫です。あの、失礼は、あの、あって大丈夫です。はい。あの、ネタになるんで、彼ら関西人で <laughs> 彼ら関西人なんで大丈夫です。じゃあ、あの、まず、島という男がいるんですが、うん。あの輪だけじゃ、本当にイメージしづらいと思うんですよ。どんなイメージがは,はい。そう、メンバーの中では、はい。 真面目じゃないけど、なんだろう、落ち着いた系なのかなっていう感じはまああ、いいですね、いいですね。そうです、そうです。近い、近い、かなり正解に近い。あ当はい。あの、4人ぐらいで喋ると、ほぼ空気になったりするという。ほぼマジではい。あの浦島坂んの月曜日っていう、学習で、学習じゃない、もう月曜日、ほぼやってるんですけど、4人のとき、あんまり、ああ、こうだな、ああ、あんちゃんっていう、あのお便り読むときぐらいしかやっぱ喋らない。 そうなんだそうなんです。かなり静かですね。ほう、なるほどね。で、あの、ほくろが左目の下についてます。あら、エロいですね。あれは、あの、僕は、あの、マジックで書いたんじゃないかなってずっと思いながら、今も生きてます。大体ね、目の下のほくろって、まあ、セクシーぼくろとかね、涙ほくろってすごい言われるけど、大体、あれ、これ、書いてんじゃないって言われたりするのが多いからね、結構ね。はい、ありがとうございます。じゃあ、まずは島ということで、じゃあ次に、坂田という男を、ちょっと。坂田君。 もう何かおばカないしおばかいやいやいや正解ですね完全に正解ですそれもすごい見てたみたいなレベルですこれかすごいそう一番なんかボッカけそうじゃないんか赤赤ですねこの子はそうだよね赤でサカタンって呼ばれてますもうおばかといえば確かに彼というか うん、なんかすごい元気はつ,らつっていいうか,か、ね、あすごいですね。もう、そうそう、なんかそんな感じはする。すごいですね。いや、すごいな。なんかほぼ、ほぼ、ほぼ合ってますよ。もう、おいおよかった。いや、すごいな。いや、すごいな。怖いな。<laughs> <laughs> <laughs> なんか見通す人みたいな、ね。じゃあ、続きまして、あの、センラという男がいますが、<laughs> どういうイメージでございますか,なんかセンラ君は、なんかね、はいバま、バランサーじゃないんだけど、おお なんかボケるところもあれば冷静に突っ込むところもあるしみたいな勉強してきましたこれ。あれあれすごいな。すごいな。すごいイメージな感じかな。まあ、一番大人っぽいじゃないんだけど。はい。うん、なんかそんなイメージがする。いや、すごいですね。じゃあ、ここで問題です。すみません、問題出していいですか問題です。えー、島野。 出身地はどこでしょう <laughs> 難しすぎ <laughs> <え>。ダ <laughs> メだ、コメント返しみんな島君。島区の出身地いや、これはまあまあ、かなりの都道府県の数、かなりのっていうか、もう都道府県に決まってるけど、数。<laughs> そうだよね。47のうちから当てていただき<え>、関西方面ですね<え>。はいじゃあ、四国です <laughs>。四国 <laughs> <laughs> 減らしてし 四国なんですよ。4分の1です。香川、徳島、愛媛、高知この動画ですね。これが当たったら100万円。マジで。おもらえる。をもらえる。誰から誰かすこれは当てられたら。香川かな。ファイナルアンサー。 おっカガワワファイナルアンサーファイナルアンサーそれこの100万円には戻りません。ビリ違うな、100万円戻っちゃダメだ。<laughs> ビリしちゃうた。100万以上じゃない。正解はコーチでございます。 不可能ですね。この <laughs> 4分の1当てずっぽうでしかないってヒン,トヒント4分の1しかないっていうただの。コーチか、だろうそうかそうかはい。そうなんですよ。という感じでございます。すみません、なんかちょっと無茶ぶりになってしまったんですが。いや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 、面白しろこうやってメンバーのこともしてるのはちょっと面白いでございます。そうなんで,すよでもほぼほぼほぼ本当に合ってますね。<laughs> そのちょっとまあし、く君、一番はっちゃけたり、そのなんか、そんなんだろうなあの、声色変えたりって、能力がめちゃめちゃあるんですよ、こいつ。 そうなんです。めちゃめちゃ、うん、メンバー一多彩というか、<ー>のすごい能力者で、えー、でも基本はもう物静かよりというかなんですよ。で、坂田という男は、まあそのおっしゃられたようにちょっとアホというか、<laughs> <laughs> <laughs> そううですねもう本人もあの言ってるんですけど、自分はムードメーカーだと。<laughs> はい 自分は天然だから許されている部分がたくさんあると。そうなんです。ね、もう、そうですね。彼の一言はもう常に面白いです。<laughs> で、センラはそうですね。もう本当に確かにバランサーなんですけど、一番実は抜けている説が俺の中ではあって。うん、そうなんです。彼のバランサーではあるが、実は一番抜けてるのはセンラなんじゃないかっていう感じなんです、実は。<ー>はい、でも、ほぼほぼ合ってて、すごい怖いですよ、もう。<laughs> の、のぞいた何かみたいな。 だから前にさ、ほら、あの、ライあのライブの映像とかが、はい。本当にだから、あの中で一瞬だけど、イメージじゃないけど、それもあったりとか、あと、アニメーションでやってたキャラクターとのちょっと合わせじゃないんだけど、の完全なイメージで考えてみかなってい。ありがとうございます。すごい。いやいやいや、よかったよかった。素晴らしい。100万円です。やったこのお金で言いにくくってください。 ありがとうございます。いや二人で二人で行くに行きたいしますいつかしっかり行きましょうも。ね行こう行こう。どうかね。じゃあ開きますか。いや楽しいなこれ。すみませんもう個人的にめっちゃ楽しいです配信が。面白いね。はいつもの6000倍楽しいです。やそう言ってもらえて嬉しい。まあいつものレいつもが死ぬほど楽しいの6000倍ってことです。いやすごいすごいいやもうそう思ってもらえてすごい嬉しいですよ。なのであの死んでます俺多分確実に。 大丈夫だよ。ああ、よかった。うん、あ面白いこれってみかっいああ、よまった。ああ、よさんた。あさんこんばんは。はい、こんばんはえー、お二人とも声を使うお仕事で歌う歌う場面がいくつかあると思われますが、はい。お二人が歌うときに一番重きを置いているのは何でしょうか重き。うん、ああ。そうですね、じゃあ僕からですと、<laughs> そうですね、なんか、まあ、しっかりと届けるというと、なんか、ま、たくさんありそうな。 発言にはなってしまうんですが、うん、まあ相手がちゃんといるであろうっていう、あのー、あるじゃないですか、まあ、演技でもしっかり向こうに相手がいるみたいな、うん、意識しつつ、ねうん、でもそのアニメの中の世界の人に話しかけつつっていう、まあ、んかちょっと難しいことや,、うん、やってたりはするんですけど、うん、まあ歌を歌いつつ歌詞の意味もしっかりと汲み取りつつだけどこう聞いてくれる人に向けてっていうのがやっぱ念頭には置いてやってますね僕は、うんうん、今の回答が500点です、ね、はい。<laughs> <laughs> いいや素晴らしいと思う,ありがとうございいす,すみませんうちもさ、はい、俺もだからそのキャラソンを歌ってる時とその自分名義っていうか自分の名前でやってる時のさとしても、まあ、キャラソンでライブだったりとか歌をやるときはほんとんか自分を出さないようにじゃないんだけど本当にそのキャラが歌ってるように歌うっていうことはしてる。だから そのアニメで喋ってたキャラクターの喋り方の癖だったりとか歌い方をキャラソンだとしててで、まあ、お客さんのことはね、まあ、イメージはするんだけどそのほら、歌ってるものによりけりなんだけど、はい、アイドルものだったらさ、やっぱりそのお客さんがいたりするからお客さんをイメージして歌ったりするんだけどそのフリーとかだったらい,い、はい、するとやっぱりそのメンバーじゃないんだけどさ、はい、その一緒に泳いでるメンバーのことをイメージして。うん はる、まあ、ちゃんだったらはるちゃんへ向けて歌ったりとか、りんちゃんだったらりんちゃんに向けて歌ったりとか、まこちゃんに歌ったりとか、そのまあ、3人先輩だからね、あれなんだけど、歌ったりとか、れいちゃんと2人で歌ってる時は、れいちゃんと、本当に何だろうな、カラオケに行ってる感じじゃないんだけど、で、2人でセッションして歌ったら、こんな感じになるのかなっていうことをイメージしたりとかしてて、で、トリュフナりとか、まあ、ユニットってね、自分の名前でやってる時は、本当にそのレコーディングしてる時は、お客さんと一緒に楽しんで歌えたらいいなっていうのを考えながら。 やってるかなだからここで相乗って入れられたら楽しいなとか、結構だからレコーディングの時に行ったりはしてた。なんかフリーのキャラクタとかも、本当はそのセリフが入ってないところで、あい間のその感想の部分でちょっとセリフ入れてもいいですかって。う自分で考えてたりとか、そうそうそう、やったりしてた。ええ。うん。拍手。いや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 、いやいや、いやいや、これ考えに拍手というか。 いやもうすげえ嬉しいあなんか俺が嬉しくなっちゃったあれだな先生いいこと聞けてるあれだす同じそうそう裏の事と同じよいやもうすごいなこれねでも大事はやっぱりねそのお客さんだかんね最高です最後ですいやあ世永さんの話聞いてる楽しいなこれマジマジためためになるなこれここでしか聞けないことがね喋ってたりとかするからね本当にこれお金発生するぞみんなこれ本当は 行くのにお金発生するぞ、これ <laughs> いやすごいな。いいっすね。ごはも面白いよ。おっと、すみさんを含め、はい。ほつみさんを含めごはを食べに行った時のエピソードの中があれば聞きたいです。エピソード <laughs> ああ、3人での。そうだね。うん。3人でのか。ないイすね。なんか、なんか、すごいふ。はい。ああ、そうですね。ほぼほぼ。 ね、もうずっとなんかまあでも彼がこうつないでくれたというかご飯とかもそうだねそうですねなんか今彼裏ではあのなんかライブやってるんですよね確かあそうそうそう,そう今ね,ーークルーねそうっすねやってますんねすゃあライブをねやってたりするからね「世永<の>さんと配信するわ」って言ったら「なんで俺が裏でイベントやってる最中やんの?」って言ってましたね <laughs> 知らん知らんがなそれはすまんすまんとしか言えなかったというかそっかすまんほずみすまんなと。<laughs> この配信二人用なんだって言ってきました。すまんな。そやな、やな、しょうがないんね、しょうがないね。お前の時お前の時は、あの、梶原、梶原ガクトっていう、あいつ入やるからって。言っておきますいいね。ガクトね。ガクト。でもなんか、あいつほら、すごい美容にさ、いやそうっすね。ないな、そんな話も。みんなしましたね。てたね。うん、身長だけんだよな、あいつ。そうなんだよね。ずるいんだよ。 そうなんですよ。あれ、山田さんって僕と僕よりちょっと大きいぐらいでしたっけ、そういえば。かな俺163だから。同じですね、ほぼ。そうなんだからね、裏でとかったとき、そうそう。なんか、身長が、まあ、あれじゃないですか、僕ら、その、言いづらいですけど、こう低身長と呼ばれるじゃないですか。言われるんです、僕は。はいわかりますよ。こういじられてきたこととかないですかあ、でもね、あるよ。あります うん、もう僕もあのいじめられてるぐらいあのこの子この配信を聞いてるみんなにも「あなたは小さくて」みたいなことを言われるぐらいなんですよ、本当に。マジか。俺、はい、だからそう、からかわれたとき、もっとでかくなるんだよ、これからつってすごいいつも返してた気がする。ああ、いいですね。んな <laughs>、まあ、ならないんだけど物理的にあの見下してくるんですよ、もうこの子たちは。まあ、そこがかわいいんですけどね。まあねわわかかるかる <laughs> うちもほらユニットでさ、江口くんという大きいですね、江口さん。大きいからさ、そうそうそう。だからいつも喋るとき、ちょっと上向かなきゃいけない。めちゃめちゃ大きいですよね、江口さん。そう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 。僕も別のこなんか生放送で共演したときに、なんかでかすぎないか、この人みたいな。めちゃめちゃでかかったですね。やっぱそうなるよね。80後半とかですよね。確かそうだね、170。180、188って書いてます。言ってた、おでけえなすごい。 でかいっ、ね、すよね。かなんか自分より小さい人あんまり見たことなくて。男ではそうだね。そうなんですよ。だからもしいたらレアだなと思うしか思わなくて。うん、確かに。あんまりいないね。いないですね。いる,いるかないないか。いないですね。いなかん。女性ぐらいですよ。本当に自分より小さいの。うん、小さい方は。ね、みんなでかいなと思いつつ。あ,というのがさあ、確かに。ちょっとそうね川西君いあー、はいはいはい。ちっちゃいわ。確かに。 パッピーさんは、ね。あ、さは星さん。星さん。パッピーさんはね、確か、同じぐらいじゃないかな。うんうん、星さんと、あのー、ライン交換させていただいて。うん、あの、ずっとハンバーグ行こうねって、あの、言ってくれるんですけど。<laughs> この時期のせいで、全然やっぱ行けなくて。そう,ね、そうなんだよね。もう、わかるー。で、あの、これ言っていいのか、あれ、なんか、世永さんもそうなんですけど。ライン、ラインの文章が可愛すぎるというか。<laughs> 皆さん、あのー。 すままあ、僕が完全になんかある意味マウントを取っているかのような発言になるんですが、あのー、<laughs> とてもとても可愛らしいのを書いてくれて俺今きっと女性とらいしてるのかなぐらいなもうすげえ可愛い文章を送ってきてくれてめっちゃ多彩ですよねその絵文字が <laughs> そうなんだよねめっちゃ使いた,使いたくなった、ね、いやめっちゃ嬉しいですね <laughs> そう、なんか,なんか短文とかで終われるのも全然いいんだけど、なんかそれだと思い伝わる,、まあ、伝わるとは思うんだけど、なんかそれだとすごいこう俺、俺が送る場合はちょっとなんかそけない感じになっちゃうなってい,うい,や,いやいやいや、もう、夜長さんってもあの人柄があるから、あの、「おいとか言われても、あのおいのあとにニコニコってついてるぐらいですよ、もう多分 <laughs> おいだけ送られても、あ、今、ニコニコしてんだろうなみたいな、<laughs> そのレベルですね、夜長さんだと。もう そうだから一回あのカくんねカくんとラインこうしてた時もあの俺のラインの文章があまりにも合わしすぎるっつってツイッターに写真載せていやこれはもう女子ですよ完全にそうだからめっちゃ言われる女女のですよ女のものだからなんかこうラインはさほらスタンプとかさもちろん両方組合わせできたりするじゃないだからもうよりなんかやっちゃうんだよねなんかすごいっすよね。 だからめちゃめちゃ絵文字も買われてるんですよね、つまり。<laughs> すごい買っちゃう <laughs>。いや、これいいですね。だからスタンプとか、俺もかなりのスタンプを持ってると思うんですけど、世永、うん、さん、何個ぐらい持ってる200ぐらい持ってるんじゃないかなと思いつつ。でもそれぐらいいってるかもしれないも,もう下手したらきっと。このクマちゃんズっていう絵文字、超可愛いいですね。ですかあれね、フリックで,できなくて。ああれですか、えっと、キーボードみたいなやつ キーボードも使ってないのは一応手でこうやってんだけどあののそ斜めとかさ横とかやるやつ方法ができなくて上とか右ですねそうできないから普通にあの本当にパソコン打つみたいに今までのガラケーとかと変わらない打ち方してるあたたたたたたって言ってんすかええいつもそんなんだねやってる新しい新しい人種に巡り合いました フリクションななにできない俺も最初変えた時全然できなかったですけど、あんなんかもう慣れたらもう、そうですね、もう考えないで打てますね。おーおーなんだこれ。やっぱそう慣れなのかな慣れですね、これ完全に。慣れると超楽ですよ。本当はい。なんか何のかね、チャレンジしてみようと思うんだけどね。うんうん、なんか全然違う文章になっちゃったけど、あ、じゃ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 って。 もうな,なってもうなんかすげえ慌ててる時があったりしたからね。じゃあ,あ,るある意味目をつぶりながらやってるみたいな。どれぐでか。でもそう、<laughs> フリックンをやろうとすると泣いちゃうかもしれない。でもフリックンをなっちゃったら、あの可愛さがなくなる可能性がもしかしたら出てくるかもしれない。うん、そうね、もしかしたらね。えじゃあやめましょう。<laughs> やめましょう、本当に。 うん、かずっとあんな感じで t、まあ、ツイッターとかもそうなんだけどずっとあんな感じじゃないの文章の打ち方は変わらないね、うん、逆にだからその、はい、この間西山君とかとそのイベントやった時に西山小太郎君からはどこで LINE のその返信を終わりにしたらいいのかがわからないんですあ<ー> <laughs> 俺なんか来たらとりあえず送っちゃいますねもう自分終わりが <laughs> 不安になるというかあなるほどねだからこう世永中さんって読んでいただいて終わってくれるじゃないですか、うん、あ,あれでいいんですよあれで <laughs> <laughs> 最後にその最後にスタンプはスタンプはもう本当にお別れの挨拶ぐらいですよねなんかそうねだからそう,、ね、そうそう難しいよねだからそのなんかラインの終わりのうん、うん うん、具合ってさそうっすね難しい、うん、絶対自分終わりにしないと不安になるというかわ <laughs> かるその気持ちだから、あのー、別の人ですけども永遠とだからスタンプだけ送り合うみたいなこととかやってたりするぐらいな早くお前が終われば終わるぞってないながらもう送ってたりします <laughs> なるほどねはい そうだねー。そしてそうこう言ってるあい言ってる間にもう一時間経ってました。あ,あすごいね。すごい。ま,だまだでも全然こうねみんなの送ってもらったやつね。そうっすね。まああとじゃあ一二個ぐらい拾わせていただいてだ、ね、終わりますか。うん、そうだね。いや早い早いなこれ。早いなあっという間だね始まったま,まだまだ,まだ全然始まったばかだと思ったら、ね、またまた来てくださいだ。全然全然行く行く。現現地取りました。<laughs> 皆さん、1万人が現地通りました。もう全然全然行きますよ。ありがとうございます。もう、本当にお暇でしたら、本当に。全然大丈夫、全然。いや、嬉しい。現地は取り取いて。危ない。危なかった。そうですね。どうしようかな。悩ましい。悩ましいですね。ハッピーバレンタインですね、それは。 そうなんですよね。今日ね。の中さんあのはしっかりいただきましたうちはね、あのはい、奥さんとお子ちゃまから、いいっすね。チョコプリンちゃんを今、冷蔵庫でいや、娘さんのお声をちょっと聞かせていただいたじゃないですか、<laughs> 先ほど。天使かっていう。裏 <laughs> たぬきは言えたけど、山田ぬちって言ってるのがちょっとかわいかったですね。そうなのよ。 木がね時々に地になっちゃうまだ。いや天、天使と、<laughs> すみその世の中さん、天使と喋ってしまいましたね、私。<laughs> そう、今ね、いろんなものに興味がね、あってね、そうそう、このテストでね、そうや、ね、ってるってる。はい、横から言うとね。<laughs> 言いてくれましたね。<laughs> そ,うそうそうそう。はい、ただ、世の中さんは、これマイクミュートどうやんのってあの、マイクミュートだけ知らなかったという。<laughs> それかわいいですねいや。そうなの、気づきないと弱すぎて。<laughs> まあのこうなんか変なとこ押したら壊しちゃうんじゃないかとか終わ <laughs> っちゃうんじゃないかっていうのをいつもあるから <laughs> これミュートどうやんのって <laughs> <laughs> あれ <laughs> っていうそうでもうちはあの奥さんのすごいあの、はい、機械系とか強いからいつも奥さんに頼っちゃうんだけどいやもういいと思いますそうそれでその、はい、<laughs> ミュートってどれって言ってどれでミュートになるってう <laughs> そうそうそうああこれかこれかっ,ってやってたりするからね面白い,そ<の>面白い <laughs> やばい, <laughs> やばい拾ってなかったそうですねなんだろうな、えー、とあえっとお二人はライブやイベントなどでファン差の神というイメージを私は個人的に持っているのですがお,お,うお,うお二人がファンの皆さんと接する時に心がけていることは何でしょうかまたファン差の神になるためには努力していることなどはありますでしょうかとのことですファン差<う>の神って言われてるみたいですよ 僕ら。ねそうなんですか。そうなんですか、山でもね、俺、ライブとか出たときに、まあ、絶対誰かのファンになるじゃないすなります、なります。全員ね、押したりする人もいるし、誰かのファンだっていうのもあったりするんだけど、なんか俺、そこら辺別に、なんか、誰が誰を押しててもあんまり関係なくなっちゃって、ライブになると。ライブになると、全員楽しもうっていうふうになるから、だから、あの、誰々ちゃんとか、誰々君、 ねかピースしてとか投げキースしてとかあのバーンってパキューンってやってって書いてあったとしても自分じゃないとしてもやっちゃうんだよね。<laughs> いやいいっすね。<laughs> なんかうれしく自分のことのように嬉しくなっちゃってあのそうそうこの人じゃなくてごめんねって思いはあるんだけどなんか一緒にそそうそう楽しんでもらえたらいいなっていうのがあるからうんそうだからできるだけなんか答えたいんだよねライブっってさやっぱ特特殊殊じゃないうん、うんまあそう特殊ですね。 そそうそう,そう現場のねその空気感だったりとかさ、みんなにね全国から来て集まってね遠いところから来てくれたりとかいうみんなと会える場でもあるからいいですねそうだから、なんか全方位みたいし、全なんかね3階席とかもそうなんだけど、全部の人に思いが届けばいいなっていう思いがあるから、それに答えてたら、多分そのファンさんの <laughs>。 まあその鬼って呼ばれるようになったの神とか鬼とか呼ばれるようになったのかもしれない。でも村太くんで村田君もなんか、かけるんか僕は基本ファンサしないですね。やっぱりファ<え> <laughs> ンサの神って言われてるのにやってないの？一度もしたことがないです、ね。嘘やんってみんな書いてる。<laughs> <laughs> 僕、なんかあれですねそのジャニーズとかニュースが好きなんですけど、うん、なんかそのジャニーズでどういうファンサをしているのかなとか見て、うん、で研究して、うん、まこうやると喜んでくれるんだろうなみたいなとかななんだろうなまあその配信でよく言ってるんですけどあの彼氏ができるまで俺を彼氏と思っとけみたいなこと言ってるんですけど。 まあだからあれですね、うん、あのファンさというかまあ彼女にあ投げてるような感じですよ、うん、本当に、うん、<ー>だからラブ<の>ラブの交換ですねはっきり言って素晴らしいだから多分そのねギャップがいいんでしょうね、はい、多分ねその浦田くんの場合はでも「愛してる」って言い過ぎて「お前の愛してるは軽いぞ」と言われたことありますね <laughs> 嘘やろ <laughs>、はい、でも僕が思うのはそのたまに公演によってちょっとテンション上がって「愛してるよ」とか言ってすげえキャーがなる人もいるじゃないですか、うん うん、いるけど俺はもう毎回の公演で絶対愛してるは言うからその、うん、絶対にその特別、まあ、全部が特別だけど、うん、ある種そこだけもう一個を特別ってしないでも全部を特別だと思っててっていう感じですねだから別に俺の愛してるは軽くないいやそうだよちゃんと意味があって愛してるって言ってるそうなんですよ、ね、いや素晴らしいと思うよだからもう俺そういうなんかこう なんかねギャップもある感じで言えないところがあって、だから、その浦田君の話聞いてたりとか、まあうちのねあのユニットの亮平君のいとか、そういうのがやっぱこう、うまい人ってすごいなんか素敵だなーって思うのよね、なんかそのこう、ね、ちょっとこう、無知無知じゃないんだけど <laughs>、俺様っぽい感じになったかなって思ったら。 雨もちゃんとこう与えるっていうのができるっていう技ができるってすげえなって思うんですよね。まあの自分のもう俺の女だって思う感じでやればもう完璧だと思います。いやそれがすごい。自分の中では。おだかねかな恥ずかしくない。わかんない。半分俺が女心が大きいなのかわかんないんだけど。はいはいはいわかんない。はい。 そうだからなんか行こうとしようとする瞬間もあるんだけど、はい、なんか恥ずかしくなっちゃう、ね、<ー>だよねからまあライブ歌歌ってたりとかうう役にいる時とかは言えたりするんだけど MC とかになった瞬間に素、はい、<laughs> の世の中に戻るから <laughs> 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 そうなった瞬間になんか途端にうんか <laughs> なんうちょっと今度はあのイベントあったら投げキスはとりあえず100回ぐらいは <laughs> していただいてそうだ、ね、思い出したかのようにしてください <laughs> じゃあラストなんかヨ永 <laughs> さんちょっと拾っていただいたらね、ね、もうめちゃめちゃあ,る<何>ありますからねそうなんだよねありすぎありすぎ そうだね。でも今日ねバレンタインだからね。そうなんですよね。うちなんだということで。ウルタさん、世永さん、こんばんは。こんんばはい、こんばんは、えー。本日2月14日はバレンタインデーということで、お二人のバレンタインの思い出を教えてください。ということでございます。よ。もう悲劇しかないです、僕は。いやうちも悲劇ですよ。悲劇っていうかもうなんか。なんだろう。はい。この声優になって、はい。 チョコをもららえるようになったから <laughs> 僕もこの裏たぬきというにその人間だからもらえたわけであのもう普段はあのもう普通の変なやつなんでマジででも僕もらったことないっすねリアルに俺もそうなのよ悲劇を悲劇 たただただ悲劇をこの最後の最後に悲劇を伝えるだけっていう <laughs> だから本当に何だろうお母さんとか妹とか、はい、なお姉ちゃんとかからももらってたぐらいだな、はいはい、僕はもう気が付いたら母親からももらってなかった気がします 確か <laughs> マジでマジのマジで。あなんかあのよくあるじゃないかギリチョコみたいな。あ,あれはもう俺の1にも入らないんでやっぱり。自分だけにもらったものって言うとう、ね、マジでないみたいな。これ大丈夫かな俺最後で。<laughs> <laughs> だからさそのやっぱりさそうなると、まね、最初の方で話してた部活の話になっちゃうんだけどさ。ははい、はい、はい カーブとかさ野球部とかにさ入ってるやつって、はい、そういうところではそういいなって思うて、ね、何か羨ましいなって思ってた僕はいまあ、でも世永中さんは <laughs> あのしっかりゴールを決めたのであの確実に 1, <laughs> 1>, 1個以上はもらえているという僕の中ではもうあなたはリア充ですからね。 あのもう天のものと地のもの、<laughs> 地を這い,ず <laughs> 這いずるものですよ、僕はもう完全に。もうだから本当ね、なんだろうね、一日バレンタインデーなんかなくなってしまえばいいっていうね、思うぐらいだもんね、はい。思うぐらいだったんですが、と今はねありがたいなっていうね、はい、ラタクもそうだけどさ、こういう職業をやってもらってね、もらえるようになったり、はい。 まあね、はい、仕事で行った場所とかでさはいスタッフさんねいただいたりとかそういうことですねそうですねありがたいなって思うようになってね、はい、そうですね <laughs> 終わりますか <laughs> <laughs> いやー昔ねもっとなんか自分たちが輝いてたら終わったのかないや,いや本当にそうっすねマジでなんか <laughs> なんかんサッカー部入ってればよかったな最初かスポーツマンなっときゃよかったな。サッカーサッカー部のエースだったらいけたな。<laughs> だな。サッカー部のエースだったら多分200個ぐらいもらってたんない？そうやね。回で。<laughs> めっちゃもらってんね。ま、<laughs> 今多分2月14日にあのライブイベントチョコをくれってうそういうタイトルにすれば多分あの1000個ぐらいきっともらえるはずなんですけど、うん、<laughs> そうじゃないんですよね。もう。本当のね。そうそういうことじゃない。<laughs> まあでも、多分あれですね、今、皆さん、こう、聞いてくれてる人がくれるのは、僕だけにくれる1個みたいなのはきっともらえるはずなんで、いやー、皆さんね、素敵な恋をしましょうとね。ねえ、バレンタインですからね。そうですね、彼氏ができるまでは、あの、僕と、世の中さんとね、あの、僕らが彼氏なので、はい。そうそう、ばにいますからね。そばにいますので、はい。という謎の締めということで <laughs>。 はい、すみません。なんか本日は、すみません、ツイキャス配信にお付きください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもね、聞いてくれた皆さん、ぜひありがとうございました。また、また、その、出ていただけるという、あの、現地が取ったので、はい、あの、誘ってみたいなと思います。ぜひぜひ。はい、それでは、配信を聞いてくれた皆さん、お疲れ様でした。終わります。バイバイ。